はい、皆さんこんにちは。榊篤史でございます。まもなく2時でございまして、11月の9日火曜日ですね。日経平均さえませんよ。今マイナス191で29,315円ですか。ドル円がね 112.84 でして、さらに下げ幅って、上げ幅っていうんですか、これは円高になっていますね。円高になってるから、日経平均は下げてるんでしょうかね。まあその辺よう分かりません。原油やや軟調になりました。 81.89 でももっと下がってほしいんですけどね、本当はね。さて行きましょう。シンシアリーさんのブログでございまして、これは貼りません。これはですね、9日今日出た記事で、韓国企業日本からの尿素輸入に失敗点々、関係者日本政府が許可してくれないと聞く。まあまあそのまあ置いときまして、今あの愉快の隣さんね、あの何日か前から私も取り上げてますけど、尿素水というものがですね、ものすごい不足をきたしておりまして、これが相当深刻な状況ですね。で、尿素水って知らんや、なんなんそれと思うんですけど、でアンモニア化と水から作るものらしくってですね、それをディーゼルエンジンの排気を何どうなんですか、そのあの無害化するために必要なそうでございまして、これがですね、急にこうお隣さんに輸入、ほぼ輸入してるんですけども、輸入できなくなってですね、大騒ぎになっています。でこれがないとディーゼルエンジンの車が走れない、トラックですね、だから走れないんで、えらいこっちゃどうすんねんという、もう大騒ぎになっています。でこれは実にですね、お隣さんだけですね、他の国ではあんまり騒いでいないんですけども、そのなんで大騒ぎになったかというと、これを ほぼ 97% と言いますから、ほぼですね、中国からの輸入に頼っていたのが、中国がそれを輸出を制限し始めた。もうちょっと悪いけど売ったらへんみたいな、悪いけどって言うてへんな、もうマラには売れへんっていうなったわけですね。途端にですね、そのこう不足をし始めまして、今巷の価格は10倍になっていると言われています。このですね、シンシアリさんのブログちょっと読んでいきましょう。韓国の尿素水大乱が収まる兆しを見せていません。政府はベトナムから尿素 200T トンでしょうね、尿素水として、65万リットルを輸入する、オーストラリアから尿素水2万7000リットルを輸入すると発表したり、なんとか状況を沈めようとしていますが、効果は高くありません。政府はそれらが詳しくどれくらいの量なのかを示していませんが、連合ニュースによると貨物車1台がソウル・プサンの往復に20リットル使うとのことで、まだまだ全然足りません。車両用、産業用それぞれの尿素水がどれだけ必要なのかもまだはっきり分かっていないようで、これが一番問題だと思われます。専門家の間でも意見は分かれています。去年の韓国の1日平均尿素水販売量は56万リットルちょっとあの56万リットルと言われて、へえどれくらいというよう分からないんですけどもだったとのことでした。つまり1日56万リットルを使うのに、オーストラリアから2万7千リットルを輸入したところで全然足りんやところですね。ベトナムからですね、65万リットル分を輸入しても全然足りんやん、1日ちょっとやんという話ですね。そんな中、韓国の各企業が日本にも尿素、括弧ソース記事では尿素としていますが、尿素水の可能性もあります。の輸入を要請したものの失敗したと報じられていました。理由は簡単で、日本として尿素水は作れるけど、尿素は輸入しているからです。ここからは東亜日報から引用しています。東亜日報っていうのは愉快の隣さんの有力メディアの一つです。車両輸入の 97%
車両用輸入の 97% これ多分尿素水のことですね、を中国に依存した余波で国内の尿素水供給不足が発生し、今後安定的な原料需要需給のために輸入先を多様化しなければならないという指摘が続いている。しかし石炭天然ガスの価格上昇で世界的に尿素の確保は難しくなり、中国以外のサプライチェーンを確保するまでに少ない時間がかかると、日本語おかしいな、はい、8日化学業界によると、国内企業は尿素を買うために日本インドなど全世界を探したが、来年1月に輸入が決定したロシア産米印ですね、ロッテ精密化学が少量の輸入を確保できたとしています。以外には追加確保はできなかった。先月15日以降、ロッテ精密化学、KG ケミカル、過去社名省略など、国内尿素水生産業者は中国を代替する輸入先を探すために尿素生産施設を保有した国のほとんどと接触した。輸入業者も韓国に近く尿素自体生産能力を備えた日本に輸出してほしいとの意思を打診した。しかし日本も昨年基準で世界第9位の尿素純輸入国で、韓国に輸出する余裕はないという。ある物流業者関係者は、日本政府が輸出許可を出してくれないという情報も聞いてからは、日本とは接触していないと伝えた。まあ、いいからずっと続くんですけど、まあ、なんとなくここではですね、日本政府を悪者にしてるという感じがしなくもないんですけど、まあ、まあまあね、あの、尿素からですね、尿素水を作るそうなんですけども、それ自体はそんなに難しい技術ではないらしいんですね。で、その尿素を作るのには石炭が原料になるというふうに言われていましてですね、まあ言うてみりゃ、まあ、あの中国が作ってるわけでして、そんな先端技術がいる産業でもないと。だから韓国は中国からの輸入に頼っていたわけですね。ね、安いとこから買うんやっていう感じで。それがプチッと切られたもんですから、今度は愉快のお隣さんの経済もプチッと切れるわけですね。しかしこれね、何度も言うてますように通り、こういわゆるディーゼル車が走らんようになると、ディーゼルの貨物車もありますし、貨物車って鉄道の貨物車ね、もありますし、ディーゼルのトラックもありますし、それが走らんようになると、走れなくなるということになるとですね、これはもう韓国経済がですね、プチッと切れるわけですね。でそれがもう間近に迫ってるわけで、それをこう大慌てしているという様子がもうここ数日ですね、こう伝えられてくるわけです。で、世界各国にこう売ってくれって言うてるらしいんですけども、どうもいろいろ返事はどこからも来ないって、こういうことってやっぱりね、日頃のね、行いがね、関係あるんちゃうかなと、私は思いますけどね。日本との関係もね、日頃この行いが良ければですね、あ、なんとか助けたらなあかんやんと思うのは日本人でしょ。でも日頃からですね、本当に大事ことばっかし言うてですね、で、いろんな難癖をつけてですね、オリンピックに来ても、自分たちが作った弁当を食ってるというような、国からですね、なんかこう言われても、助けたらなあかんという気持ちにはなれないです。勝手にしろやと、対岸の火事やと、ぼうぼう燃えててもふーんって見てよかという気持ちになるわけでして、まあまあそういうところがね、出てきてるんちゃうかなと。だから今日本はこう上から下までですね、右から左までですね、あの国を助けようという気持ち、になりにくい状況ですね。まあそれが現れてるんちゃうかなという気がいたします。シンシアリーさんのブログ、この貼りませんのでね、何でしょうね、シンシアリーのブログというところに出てます。韓国企業、日本からの尿素輸入に失敗、点々、関係者、日本政府が許可してくれないと聞くというところでお話をさせていただきました。でシンシアリーさん自体はですね、もともと向こうの方なんで、向こうのメディアのニュースサイトからこう今私も読みましたけども引いています。
で、これはですね、東亜日報も実は日本語サイトあるんですけども、全ての、ね、記事を日本語に訳してくれていないんで、その東亜日報で探してもない記事で結構多いんですよ。それは地方オンラインも中央日報もそうなんですけど、あんまりね、日本人に読ませたくない記事はね、日本語にしてくれないという傾向があるんちゃうかなというふうに私なんか見てますけどね。ですんで、今私がお話ししたような内容は、シンシアリさんのブログに行っていただければと思います。はい、皆さんどうもありがとうございました。